はい、朝ごはんです。ひよこ豆はね、もうひよこ豆をもう1時間ぐらい煮ましたかね。昨日の汁は終わってるでしょ。で今日は昨日の味噌汁をまず使って、まゆちゃんのご飯から先だね。まゆちゃんのご飯、はいはい。その前にちょっと片付けるとね、もうくたくたになっちゃうよね、世の中ね。いろんなことがあるからさ、料理を作るのはもう何があっても作んなきゃいけないわけだよね。ちょうどちょっと買って食うってわけいかんからさ行くよもういかんことにしようよ。もう決めちゃえばいいんだよ、絶対俺料理毎日作るぞってさ。これ昨日のね、すごい美味しいスープなんですけどね、ちょっとまだあれです。それで今日は何からやるかというと、鶏をのるところから始めますね。何よりもなくても肉がねえからさ、まゆちゃんのご飯用の肉がないんで、鶏の胸肉、これね、胸肉ね、これを半分使っちゃいましょう。半分を使って美味しく作ろう。ここでね、ちょうどいいですから。で、味噌汁あるから、昨日のね、これで、まゆちゃんのご飯しましょうかね。まゆちゃんのご飯。ほら、これ、すごいでしょ。ひよこ豆ね。どんなだろう。やわらかい。もうちょっと、こんぐらいちょうどいいね。もう40分ぐらいにいってますよね。そんなちょっとまずは半分をね、半分を、煮ちゃって、今日昼間食うかなと思ったんですけど、煮ちゃって半分は明日か明後日カットにしましょうかね。今日は昨日鶏のなんだっけ、鶏をやっつけましたからね。でまあちょっとこのぐらいをこういうふうに切っちゃうと鶏のカツになりますね。これがね、カツはねこう切ってちょっと叩いてやってから泥と粉つけてやりますね。で皮はすごい貴重品なんでなるべくこういろんなところに入れておいてあげましょう。でまあこうやって作っておいてあげればちょっと楽ね。鶏カツ作るときで、チキンカツってのはもう世界で一番安い肉ですから、チキンは世界で一番安い肉だから美味しくなるね。それでこっち側は、今塩切れちゃったらいい感じ。こっち側は皮を剥いでやるでしょ。んで、ここまでが、組織がしっかりとなってるところなんで、こういう風に切っちゃいましょう。火が通りやすいようにね。最近のこれはマニュアルですね。それでこっち側は火が比較的組織が緩いとこなんで、こうやって開いてあげてね、開いてあげるよベビー、パヤッパー、こうやって開いてあげるとこのまんまねこうやって煮えますからね。ちょっとだけ塩振っといてあげよう。これ煮たら、まゆちゃんのご飯になるんでね、あんましょっぱくは煮ないですけどね、このぐらいやっておいて、水をひたひたにして、このまま水からしっくりと煮ましょう。そうすると、うめえだぜ。これもやっぱりね、なんていうの、当たり前だけど沸騰させないで、ガラガラって沸騰すると、とにかくタンパク質は硬くなりますからね。俺のタンパク質はもう硬くならんけどよ
ぱやっぱレーティングが上がりました。レーティングの上昇が見られます。ね、このまんまじゃ大変なことになります。ならねえよ今日はあと肉何やるかっていうと、ミートソース作りますね。いっちゃったよ。何作るか当てるのが楽しみですが、そんなふうに見てくれてる人はいねえよ。ひき肉があるからね。ひき肉をね、ミートソースに作るでしょう。そのためにあのひよこ豆は煮てましたからね。それを、まあ、それやりましょうね。で、こういう穴のは、のけといて。あ、それこれね、これガタガタいくとね、あの上に浮くんで、これをね入れときましょう。でこの煮た汁はまたあのまゆちゃんのご飯に使いますから大事ね。そこは片付けながら、いろんなものを片付けながら人生は進む。恋も後片付けも、違う、恋も料理も後片付けが大事だということだよね。それであと何を持ってくるかというと、あそこにありますね。はい、あそこにあります。ね、これアンチョビペーストか。アンチョビも最近これが今底値ですね、うちのそばでは。こういうのもやっぱりなんていうの、お店屋さんが仕入れるのが変わるとね、みんな変わるから。トマト缶を2つね、アンチョビペースト1つ、でひき肉を1個ジュリジュリってやってやって、これはもう、あれこれ洗ったね。 OK、 はい。ただね、一番最初にやるのはまゆちゃんのご飯なんで、それを最初に作ってます。ちょっとこう、キャベツとか白菜とかこういうくず野菜をね入れてあげて、この中も使えるじゃない。味噌汁何で作ろうかな。よいしょ、ごちそうしよう。それからここにあるので眉にあげられるもの、これとこれかな。このところはね、眉ちゃんあげていいですね。ネギとか入ってないし、はい、あー、よいしょ。それでこれだね。鶏がもうちょっとじゃないと煮えないから、これが煮えてからですからね。そんなことやりながらこう片付けていくと、ちょうどよくいろいろ出来上がってきますね。まゆちゃんのご飯、まゆちゃんのご飯作って、味噌汁を作る、それ魚を焼くね、そういう一連の段取りのもとに人生は進みます。こういうのはほら、なるべくいろんな野菜をね、食べた方がいい。よく30種類って言って、種類をどのこうの言うけど、そうじゃなくて、美味しいものを選んでいくと、だん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 いろんな野菜が入るようになってくるからね。そのか入るでしょ、まゆちゃんのご飯ね。まゆちゃんのご飯。はい。お、ごとごと言っております。こんなね。わざわざあのハムの形にしたり、そのまんまの形で煮たりするとさ、わざわざそれやるからさ、火が通らなくなっちゃうね。これちょっとね、スパイスがついてる鶏肉でね、これまたうまいんだけど、ちょっとだけ洗ってやるとね。お肉は毒じゃないから、お肉じゃない、塩は毒じゃないからね。よくあの塩は絶対やっちゃダメですとかさ、言う人いるけどさ、お前の血の中にだって塩が混ざってるだろうって。それ犬が その小動物食べたら、その小動物の中にもあの、これちょっと硬いな、ね、骨が砕けたやつが刺さって死にますとかさ、まあそういう犬もいるだろうけどね
いけだろうけどよ。で、これね、これうまそうじゃろ。これすごいよね、塩サバ。ちょっといい塩サバなんだよ、これ。んだ、この味にね、刺さってるとダメだから。これ鮭ね、お酒がうまいんさ。うん、うまい。持ってねえよ、周りに。これも入れちゃいましょう。で、今日の味噌汁だね。大根が入ってるから、うん、うまい。この大根とかをね、入れてあげましょう。これやっぱ汁はちょっとしょっぱすぎるって怒られますんで誰に。うまいよ、お茶味噌汁。うまいよ、必ず始めね。で、ちょっとだけこれが来ましたね。さあ、今鶏を煮てますから、一番煮えづらいところをね、この辺を一つあげちゃおうか。そんなもんでいいんじゃないかな。うん、でちょっとこれひっくり返してやってね、また茹でとくと。で、茹で上がったらそのまま火止めて、もう茹で上がってるかな。こうやって見れば茹で上がってるの分かりますね。中に白いとこないから。うまそうじゃない。もういいね、この煮汁をね、入れてやると。ほら、うまそうだ、ほら、うまそうだ。テレテッテ、テレテレテッテッテ。はい、まいちゃんのご飯。まいちゃん、こんな料理作ってやってんだからさ、これもなんとか言ってさ、潜入箱の一つも掘り当ててくれよな。で、必ず味見ね。うん、おいしい。このまるちゃんのご飯は最高だね。今日も最高だね。明日も最高だね。じゃあ、グラグラと見えるまで待ちますか。定番の鍋っていうか、家族3人で食べるのにちょうどいい分量の鍋と決まってるって、これちょうどいいですね。長くて、ね、まな板が一番難しいよね。まな板が一番邪魔になる、うちの場合はね。まあ、肉と魚をさ、別にまな板用意すると、やっぱ結構大変ですよね。それで、今日は魚を焼いて、魚ねえかな。ねえかもしんねえ。魚ねばねえでや。鶏でも焼くさ。これあれですね、豆腐の味噌汁だね。あ、ニシンがいます。ニシンとこれ鶏肉だからね、鶏焼いちゃおう。ニシンに鶏肉汁って焼きましょう。まあ、やっぱニシンはね、塩振っといたんですよ、生ニシンね。これ生ニシンです。ちょっと塩振っといたんで、
まだ大丈夫、まだ大丈夫。これをペッパー、ペッパーペル。そう、次はこうやってね、ちょっと塩を拭いて、水を拭いて、ちょっとだけ身がね、身がボロるんだよね、これね。身がね、ボロるからね、ボロるってバラバラになっちゃうからね。まず尻尾はいらないから取っちゃおう。焦げるから。ちょっとなんか残ってるよこれ。この下打ちするほどじゃないよね、白子です。はい、美味しいかなと思ってアヒージョ風にしたんだけど、まずかった白子です。で、骨のちょっと上ぐらいをこの辺を入れますね、僕ね。ここがこう開いてくれて焼きが入りますからね、 OK ですね。アヒージョ、アヒージョ。これをね、よいしょ。今日は生ニシンのね、塩焼き、十分塩ついてます。生ニシンの塩焼きに、これはね、やっぱりね、生物を扱うまな板で血がつくのは嫌だからね。でこれをいきますか。この人たちを串打って、どういう風に串打つかな。この串使おうか、久しぶりに。よいしょ。これ串入れなんですけど、ね、開かない。2本あればいい。この串ね、短いからいいんですよ。それで鉄串はね、やっぱり醤油垂らしたい時とかはね、短くないとあんまよろしくない。網から落ちちゃうからね。2本じゃ足りねえかな。足りるね。やっぱ3本使おう。焼き鳥です。練馬も何もない、ももオンリー。で、おー、刺す、何を、あ、いけない、そうだ、昨日レバー買ってきたんだったね。レバー買ってきたんだった。レバーも切るか。これレバーです。レバー半額で100円。104円ね、全部使うとちょっと多いかなって気はするよね。こう切ろうか。こう切って2本串使うか。で、これは後で何か使いましょう、また別にね。ここ入れない方がいいな。あのタッパー入れちゃうとさ、もう忘れちゃうからね、入れてあるのね。レバーを網焼きしちゃおう。レバーの網焼きいっぱい、やっぱ場所が狭い。じゃあこの串をね、塩、塩、塩に胡椒だな。胡椒。アクションってなるよね。指さすな。
これはおまじないですね。指さすな、指さすな、指さすな、指さすな。レバー。朝からこんなもん食ってどうするのお前。いやどうするもこうするもね。これね、レバーがね、串が熱くなるとね、中から焼けますから、この串は優秀ですよ。なんで家にあるのかわかんないんだけどね。これ飲み屋さんとかにしかないはずだよね。売ってないんだよ、これ。さては、何はい、これね。はい、こうやって、ここね。こうですね。これ焼けたら、くるくるって回していきましょうね。はい、ということで。下ごしらえが大変ですよね。我が人生は下ごしらえの人生です。どうじゃ、うまそうじゃろ。ちょっと水を入れてやって、はい、このまんまあちらに行くぞ、行くぞベイビー。あ、お金お金。わざわざそれ見てることないよね、見てるとこね。はい、5分ね。次はこれはもう閉まっちゃいましょう。これでね、ミートソースいきます。あ、レバー入れてやるか、ミートソースを。せっかくあるしね、入れよう、レバー。これ今の今まで考えてもいませんでしたね。今まで考えてもいなかったことよ。はい、じゃあまずこれね、この人はじっくりとまずやっつけます。あ、その前にニンニクやんなきゃ。はい、まずニンニクニクニクニング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 ポポーが出ますね。要するになんていうの、トマトで玉ねぎと豆とその他もろもろをこう煮るわけだよね。トマトで煮るわけですよね。それでトマトがうまくなってくる。レバーとかなんかも入ってても美味しいと思うから入れてみましょう。レバー入りだよ。こんなのあんまり本当はモツとかも入れたいけどね。このチンコの昆布にしよう。ちょっと邪魔。はい、レバー、まずこれ、まずこれね、ニンニクを刻んであげて、ニンニクを刻んであげて、はい、ニンニクを刻んであげて、あー、ここね、よいしょ。はい、火は弱火。最後は電子レンジにいくんで。弱火でこの人ぐらい、このぐらいでいいかね。こんなもんでいいだろうね。こんなもんでいいね。それでレバーも入るし、今日はレバー、レバー、もうちょい火ですよ。焦げないからね。こわー、なんか焼けてる匂いがする。焦げてる匂いしますね。この人たち焦げてるわ。もう鉄串触んないようにきつくてね。まあ火傷するのは俺だけだよ。これ下にぶら下が垂れ下がってるところが焦げてるね。あちち、ダメダメ。こっちへ向けましょう。
で、ニシンは生だからね、ボロるから気をつけて。まだ2分しか経ってないけどね。こうやっていきましょう。ちゃんと見ろ。ちゃんと見せろ。うん、OK。はい、OK、ね。はい、これからもう2分出して5分ね。はい、こっちは油出てきましたね。このぐらいでいいかな。ゆっくりやるとひき肉はね、油が出るから焦げる前に油が出ますからね。ちょっと焦げた方が美味しいんで、ちょっとゆっくりと肉の油出しながらニンニクをね、炒めていきましょう。で、その間に玉ねぎを切って、ちょっとここのとこ新玉を祭りしてたから、古玉も使ってやらないと。ソフリック作るときはね、水気が少ない方がいいかもしれないね。ソフリックってのはよくこれ玉ねぎを炒めたやつですね。で、焦がし玉ねぎの美味しさが出るから、本当これでもいいと思うんだけどね。ピーマンは絶対買ってみよう。ミートソースというよりピーマンでしょ。やり直し、う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 ん、スクワット400回3日で。そんな3日で400回って少なくない？5分でできるわけねえだろ。はい、これね、これソフリットはね、このぐらいの方がいいですよね。新玉ねぎは水を大事に使うからね。ソフリットはこう焦がした味を大事にするから。玉ねぎなんか何でもいいってことじゃないんだよ。分かってんのかお前。あ、なんかちょっと先輩の香り。香りちゃん、いや、いねえよそんな人。知り合いにいませんよ、香りちゃんって。これね、この辺に入ります。それでしょ。ほんで、あとセロリの葉っぱの方だね。セロリの葉っぱの方が入るんだよ。あー、すげえ、鶏のレバーが焼けてる匂いするぞ。これはおそらく網焼き器で鶏レバーの卵、これはね、さっきのレバーの残り、鶏レバーの卵を取ってるんだ。油が随分出てきましたね。ちょっと強かったね。甘い色、赤ワインで煮焼きましょう。この辺はね、ちょっとこんなもんでいいでしょうかね。ちょっとここに油を足してやって、はい、レバーが上がります。レバーが、おお、なんかうまそうじゃろう。
お肉のねソースですからね。まあ何でもいいんだよ。すぐ多いですからレバーね。ちょっと温度下げてくるんですかね。ちょっと油が今の油となんだかんだとねみんなこう一緒になりました。はい、じゃあ玉ねぎいきましょう。玉ねぎとセロリね。うまそうだろ。でこのうまみをね持ち上げてやらなきゃいけないからね、大事に大事に。でもう焦げないよねっていうぐらいになったところで、アンチョビ、アンチョビはこれ油あれですからね、あのなんだっけ、オリーブオイル漬けなんで、おはようございます。しょっぱいでよ、しょっぱいでよ、しょっぱいでよ、しょっぱいよ、しょっぱいよ。アンチョビとレバーと肉だ。ここはイタリアか。それじゃちょっとね、こう玉ねぎが炒まってきましたから、よし、ひよこ豆1時間ぐらいこれ煮てましたから、全部入れていいかな、半分でいいかな、半分でいいかな。半分でいいことにしましょう。うまそうだろ。味はね、トマトを入れた時に作ればいいから。でちょっとこう、そこにまだうまみが逃げちゃってるから、それを持ち上げるのに赤ワイン、アルコールはね、こうやってそこのうまみを持ち上げて中の方でみんな味を一つにしてくれるからね。うまそうじゃろ。うまいよ。レバーもちゃんと煮えてますね。ちょっとだけ味にしようか。うん、ちょうどいい塩味。ホルトマト、まあ何でもいいんだホルトマトは。あ、いけねえ、生のトマトだ。まあいいやな。大体ホルトマトこの大きさの2缶使いますね。でホールトマトが入ったらここで味が決まりますから、あのちょっと水を入れてやってまた煮飛ばしますけどね。今んでこの上下をよく合わせてやって、シンプルでしょ、本当に塩と胡椒だけなんだよね。で変にオリーブオイルどのこうのとかさ、なんかやらそうなことすぐ言うなやってんだよな。なんでもいいんだよそんなもんは。うまいのはすんごい、今日はドンピシャだ、しょっぱみが。んでここの赤いのがもったいないから、こうやって洗って入れて
持ちいいね。あのトマトのなんていうのアンチョビの味とか他の味と最初に入れた塩味とでちょうどいいよ今が。これ水がなくなるまで見ますからもうちょいかな。だいたいこれは一缶分ぐらいの水ね、二缶分ぐらいのあれでね。そしたらこれがこっちに行って弱火でこのまま30分ってとこかな。はい、30分。さてさてこっちでござる、こっちでござるね。焼き鳥焼き鳥ゴーゴーゴー。塩振ったっけ、忘れたな、振ってなかったっけ。ここでこう切れ目で出ると綺麗に避けられますね。はい、そしたらちょっと醤油をかける。ここにちょっとあげて醤油をかけて戻してみましょう。一回か二回やった方がいいですね、これね。レバー塩がうまいって言うけどね、何でもいい。いい加減、どう考えてもビールのあてだよね。おい、いいのか。あ、でも今日で4日目ですよ、ビール飲まなくて。どうしたらいいんだろう、病気かな。うん、美味しそうじゃの、うまそうじゃの。それで、このニシンがね、もうそろそろいいぐらいなんで、ニシンはいいぐらいでしょ。だからもうこれから弱火でいきます。弱火でもう5分醤油が乾くようにね。で、こっち側はもうちょい火を当ててやった方がいいかな。だからっつって何も朝食うものを作ってるだけじゃないからね。これはもうれっきとした3日分ぐらいのご飯になりますから。これうまそうじゃろ。もうちょい強くていいかな。ガラガラっと煮立つまではちょっと強火にして、そこから弱火で。このレバーも煮えててうまいよ。レバーを入れるってのは一瞬も考えてなかったからね。うん、美味しさが出てきてる。うん、シェフ呼んどくれ。呼んでどうすんの。はい、じゃあ味噌汁が出来上がったところでおしまいね。この醤油はまたつけます、あと5分したらね。はい、じゃあ味噌汁の用意。これがね、もう最後なんで、それを使っちゃいます。で、ちょっと今日は青いものが少ないから、これを入れちゃうしかない。できるだけ小さく、正直味噌汁はもう直線ですから、直
直線競争、直線の戦いなんでね、わーっとまっすぐ走ってって誰かにどうしようかって感じでこうやっていくとどん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 出来上がるんでね、遠くはどんなにいいですか、でもこれね簡単じゃろ、まあ、冷蔵庫からボリッと、それだけ。ただキノコは一番よく煮た方が美味しいから、早い時期にですね、こうやって。はい、入りました。こんにちは。最後のほうれん草ですね。ほうれん草。そういうことでございますな。これでなんか一応しちゃう。だから味噌汁の具はさ、できるだけ入れると美味しいからね。もう総動員してる。総動員です。ね、でここは明日まゆちゃんでしょ。まゆちゃんのご飯。でこの人たちは。一番最後に入るんですね。これで勝負はいいです。これはちょっとバランスを受けて、はい、よいしょ。これは入ったね。顆粒だしが入ってる。顆粒だしをたっぷり入れて、おい先生さん、ダメですよ、これは。うるせえ。ね、ちょっとこう、回してやりましょうね。そこと上はね。焦げることはないと思うんだけどね。ゆっくりと煮ると、豆にもゆっくりと味が入っていくし、肉の味もゆっくりと出てくるから、これは沸騰させないね。あ、セロリの香りもいいし。ちょっとここしばらくの間の最高峰だね。はい、弱火でこっちもやってますから、ね、何度か醤油をつけては乾かす、醤油をつけては乾かす、もう1回か2回もう1回ぐらいやりたいので、これこのこれミシンはもういいです。これ塩でちょっとね、つけたやつですから、ボロらないようにね、これね、うまそうじゃろ。ちょっと生があると嫌なので、醤油を一発入れておきましょう。焼き浸し風だね。まあ、あの焼き浸し風するのがいいかどうかはね、ちょっとようわからんでさ。でもまあ、いいんじゃない？世の中失敗はない。ちょっとうまくいかない成功があるだけ。いいね。いいこと言うね。俺。ね、あ、ちょっと、ね、味噌汁が。このまま弱火でまた5分ね。そうするとちょうどいいんじゃないの。6分しましたね。こっちの方がどうか、ちょっと醤油で、手が醤油で、はい、豆腐、味噌汁はね、やっぱ朝こうなんか電気をもらうとか、だからできるだけいろんな野菜とかが入ってた方が美味しいよね。
で、ほうれん草はもう定番みたいになってますよね。とにかくほうれん草の安い時期はね、ほうれん草うまいよね。安い時期がうまいんだからさ、安い時期は安いの。南や北の珍味を集めるのは良しとしないんだよね。なんだっけ、茶道と飯食わせる時も、珍しいものは客の迷惑っていうかね。だってホヤ貝出されたら俺嫌だもん。いや別にホヤ貝好きな人ディスってるわけじゃないよ。普通に食べてるもんが欲しいよね。はい、青いの入っておしまい。青いの入っておしまい。ホヤ貝は本当生でも食えるもんだからさ、もうこれで終わり。はい、OK。で、こちらね、上ではこれ今ね、ポトポトと見えております。うまそうじゃろ。もうこんなでいいんですけどね、あんま強く煮詰めちゃうとまたうまくないから。もう10分ぐらいしか経ってないね、さっきから。はい、それでこちらと見てみましょう。そうよね、乾かしてるんですから。焼くのはね、もう焼けてるから。うまそうじゃん。うまいよ。これではね、もうちょいやればいいかな。もう4分ですね。弱火4分。じゃあそのままいけ。その間にちょっと片付け始めますか。あと片付けもね、やんないと。毎日料理は作ってるのでなんだろうね。レバー焼きに鶏焼き
焼き鳥屋の焼き鳥とかさ、食うのバカバカしくなるよ、こういうの食ってると。本当にうまいから、うん、うめえ。レバーこれで食うのが一番かもね。すっごい美味しい。レバーをさ食うのって結構ハードル高いよね。けどもこうやって食うと美味しいよ。はい、じゃあ皆さんも美味しいご飯を食べて元気に過ごそうじゃございませんか。じゃあね。